青ヶ島村は東京都の東所部に位置する村。伊豆諸島南部の青ヶ島全域が村域。所属する軍はない。青ヶ島村を所管する行政で先機関は八条市長。日本政府が実行支配していない北方領土各村を除き、日本国内で最も人口の少ない市町村である。2014年にアメリカの観光保護 NGO のワングリーンプラネットが青ヶ島を 死ぬまでに見るべき世界の絶景13という記事で紹介し2016年7月5日にスミソニアン博物館が青ヶ島村を活火山内に眠る日本の街という記事で紹介したことで世界から観光客や取材班が押し寄せてくるようになった青ヶ島村は東京都内とはいえども本州の東京都区部から 358.4km 南方の 東京都島諸部にある。本村の村域は、他の、どの地方自治体とも接しておらず、最も近くの八丈町からは68キロメートル離れている。青ヶ島も、参照人が定住している集落は、青ヶ島の北部にあり、西側の西号と東側の安んど号の二つである。ただし、これら集落名は陶器場の公式地名ではなく、地元で呼ばれる通称。 本島内の住所はすべて番外地扱いの青ヶ島村無番地であり、大技や障子持ち番も存在しない。4月18日から始まり5月頃まで続いた天命の大噴火が青ヶ島の最も新しい火山活動である。当時327人いたとされる島民のうち202人が八丈島からの救助により避難するも、避難に間に合わなかった残りの者は、 爆発に巻き込まれて全員死亡したとされる。八条島での避難生活は時にはルニー以下の扱いを受けるという悲惨なものであった。これは不作続きで八条島民だけでも食うのがやっとであったにもかかわらず幕府が避難民の他地域への移住を認めなかったというやむを得ない事情による。かつての豊かな青ヶ島を夢見て人を食わだてる者も,も幾度かあったが、 航海の途中で遭難したり、無事にたどり着いても噴火で荒廃した土地では生きていけず、かなわなかった。佐々木二郎太夫が名主となり、彼の周到な計画の下で、祈祷事業が着々と進められる。ついに厳重を果たす。天命の別れから復興まで半世紀もの歳月がかかった。この時点での島の人口は241名であった。定期船、厳重丸の名称は、 この一連の出来事に由来している。青ヶ島は東京都八条市長の管轄となり、青ヶ島村が置かれる。連合国軍最高司令官総司令部の連合軍最高司令部訓令677号、特定外周領域の日本政府よりの政治的、行政的分離に関する件によって、日本政府の行政権から切り離される同令841号。 特定外修領域の日本政府よりの政治的、行政的分離に関する件で、伊豆諸島や小笠原諸島の他の町村と同じく行政権が日本国政府に戻される本村民の平均年齢は人口の約半分が村外出身の村役場職員や学校教員及び建設作業員とその家族で占められていることから立党としては低く30歳代後半である。 青ヶ島村が属する東部選挙区から選出される、東京都議会議員の定数は1議席である。衆議院参議院東京都選挙区に属する。選出議員についての詳細は、東京都選挙区の候補参照のこと。1945年から1956年までは、青ヶ島村は平地で通信手段がないとの理由から、 国政選挙及び都政選挙については日本国憲法で保障された賛成権がなく選挙に参加できなかった。1956年5月21日に青ヶ島村に無線電話回線が開通したことを受け、その年の第4回参議院議員通常選挙では青ヶ島村で戦後初の国政選挙への賛成権を行使できるようになり、以後は国政選挙や 都政選挙でも賛成権を行使できるようになった。なお、公職選挙法を厳格に判断すると、投票用紙を外部から持ち込んだり、か開票速報に関する書類を外部に即時に送る必要があるが、それに対処するため公職選挙法施行令第146条で、尊勢以外の選挙の投票用紙を村内で作成してもよい。開票結果はまず、なお、国政選挙や、 都政選挙で青ヶ島村の村民が賛成権がなかったのは戦後の1945年以降のことであり、戦前は事情が異なったという。ただし、国政選挙に関しては村内に投票所がなかっため、68km 離れた八丈島まで行かなければならず、1932年の第18回衆議院議員総選挙ではたまたま、 八丈島にいた一人のみ投票できたという。また1940年には東京府議会議員選挙では村内に投票所が設けられ、有権者として認められた79人中60人が投票したという記録が残っている。青ヶ島村民の過半数は村役場職員や建設作業員であり、主な産業は公共事業及び島内出身者による農業である。なお、 来島社の大部分は農林水産、土木、設備関連を主とする公共事業目的の公務員及び建設作業の従事者である。農業は平坦な土地がないことと水が足りないことから稲作は行われておらず、主にサツマイモが栽培されている。近年では新農ヤシや市や企業ランなどの霧場類の農業生産が増えている。畜産業は 繁殖させた黒毛和種の甲子が本土へ出荷されており、1972年までは乳牛も使用されていた。かつては本島の基幹産業であった畜産業は近年では使用者の高齢化などでその個数や頭数を減らしている。また、本島の周辺海域はフィッシングスポットでもある。しかし、訪れる遊漁船の多くは八丈島からのチャーターであり、 本島に上陸する人は少ない。岡部集落には民宿、商店、居酒屋、運送業とレンタカー屋とガソリンスタンドを兼ねた自動車整備工場がある。池の沢には青ヶ島村キャンプ場、地熱を利用したサウナ、青ヶ島村、触れ合いサウナがある。青ヶ島生産者協議会などによって様々な製品が作られている。青中や ヒンギャの塩などのこれらの特産品は、青ヶ島内で唯一の商店である、十一屋支店の他にも、東京特部の竹芝客センターミナル内にある、アンテナショップ、東京アイランズカフェや通販等でも購入可能である。また来島者は民宿で味わえることが多い。島寿司伊豆格闘で作られる寿司をこう呼ぶ。青ヶ島では酢飯に、練りラ子と醤油漬けにした。 様々な金海魚刺身を乗せる。寿司ネタとしては、メジカ魚が有名であるが、他にも、マグロやカンパチ、カネメダイ、タイ、トビウオ、イサキ、チーラなど、小中青ヶ島酒造が青中各種を製造している。2017年12月、青中特区が構造改革特区に認定された。原料アルコールの製造量加減規制が適用されず、 希少性の高い焼酎の原酒、初タレの販売が可能になる。ケーキ、青中ケーキガラシダレから、島ダレ、中里の島ダレ、松見おばちゃん地秘伝島ダレ特産の唐辛子を使った、少し辛めの味付けになっており、島寿司にすく合う。燻製、と、ビクン、青ヶ島整備工場が、青ヶ島周辺海域で採れた油の乗った、旬のトビウオを燻製にしている。海炎体、 ヒンギャの塩、ミホコウで組み上げられた海水を青ヶ島、村製園事業所にて、火山の地熱で煮詰めている、各種菓子、ヒンギャの塩ドロップ、ヒンギャの塩キャラメルラスク、ヒンギャの塩クッキー発酵香辛料、鬼芯辛さと風味に優れた、島特産の青唐辛子や赤唐辛子を、青が、島ファームが、ヒンギャの塩で漬け込んで、発酵熟成させて、ペースト状に加工。ウコン、 池の宅753ウコン春、紫、秋の、角ウコンがブレンドされた粉末。一味唐辛子、品魚の島唐辛子、青ヶ島の唐辛子市販されている唐辛子と比べると、格段につらい。ラー油純子の手作り島ラー油特産の唐辛子とウコんで製造されている。ラスク、ラー油んにんにくラスク、純子の手作り島ラー油各種を使って作られている。石鹸 ヒンギャの塩石鹸ヒンギャの塩が練り込まれている。その他から、青ヶ島マグネット、青ヶ島ポストカードなど青ヶ島を俯瞰すると、岡部の南のカルデラ外縁部の一面で、雨水を集める取水施設の交差は取水場が緑色に目立つ。おじゃれセンター診療所、保健センター、保育所を備えた、福祉医療施設、おじゃれは、島の言葉で、いらっしゃいの意である。周回道、図書。 武道館青ヶ島小中学校その他にも、老人福祉館、物流センター、青ヶ島村、役場、青ヶ島駐在所、青ヶ島村共同放牧場施設、和牛人工受精センターがある。また、本島外との移動の激しい公務員用の宿舎も整備されている。青ヶ島村では、観光地も整備されてきている。2010年代中頃に、 いくつかの著名なウェブサイトで紹介されたことで、世界中から訪問者が訪れるようになった。巫女の裏展望広場黒潮の流れやかつての青ヶ島の住民が上陸や荷揚げのために使っていた巫女の裏を一望できる巫女の裏へ続く断崖絶壁の道を降りる道がつながっている。小山展望公園青ヶ島の二重カルデラの地形を一望できる周辺を巡るハイキングコースの他にも、 夜に星空を観察できるように足元を照らす、照明が整備されている。触れ合いサウナ地熱を利用したサウナと海水を沸かせた、風呂を備える、温泉水道水は、地熱で温められて、必然的に温水となってしまう。青ヶ島村キャンプ場水事場、とい、い品際は島言葉で、火の際の意である。利用には、事前予約と当日申請が必要で、 飲料水に関してはあらかじめ用意しておくか、村役場の水道まで汲みに行く必要がある。大里神社青ヶ島の総鎮守その参道は、旧斜面に丸石を三百段に敷き詰めたものである。当大書神社たたり神を祀る神社1757年に、名主の息子の浅之助なる者が色濃い沙汰で、作乱した挙句に、青が島民斜めを斧で殺害し自らも受水した。 その朝の助が、祟り神として祀られている。参道は急斜面に丸石を、石段状に積み上げたもので、通行困難であるが、これとは別に、小山展望台からの道もある。コンピラ神社厳住を果たした、際の仙道の岩礁が後悔無事の法音のため、コンピラ神を祀った。都会神社天明の大噴火の犠牲者を祀る清十樹寺、八条島大賀号の総福寺の末寺とされているが、 無重の道が立つのみである本島内では、唯一の寺院他にも、カルデラ外周部を、三保港へ下る道路の傍らと三子の裏、展望広場から三子の裏へ下る遊歩道の途中に、それぞれ小さな祠がある。名主屋敷跡1824年に厳重を果たした、佐々木二郎太夫の屋敷跡牛祭り毎年8月10日に行われる、島内最大の祭りこの日に合わせて、 青ヶ島街にいる出身者が大勢帰省してくるため、本島内は一斉に賑やかになる。また、牛祭りの実行委員会が作成する T シャツの牛 T は牛を主題にして毎年異なったデザインで作成されるため、本島外にもファンが多い。三保港伊豆諸島開発の青ヶ島丸が八丈島との間を週4往復ないし5往復就航している。 天候に左右され安く平時でも、就航率が低い。就航している船舶の乗船手続きは、青ヶ島港落石防護施設で行われる。クレーンで高架に留置された漁船の船上げ下ろしを行っている、海水汲み上げ式温泉があった三保港町愛所は、2009年の台風第18号で高波に襲われて、廃墟と化した。青ヶ島ヘリポート東方航空の、 東京アイランド、シャトルが八丈島との間を1日1往復就航している。就航率は9割を超えるが定員が少なく、料金も割高である。八丈島に向けてヘリコプターが離陸する際には、送迎車が手を振り青ヶ島駐在所の警察官が敬礼する風景が見られる。島内交通バスタクシーはないが、レンタカー業者が存在する。なお、 急勾配のために輪車での走行は禁止されている。五期にわたって村長職を務めた工房により2002年から2005年まで教育長を務めた。青ヶ島村とのタイアップでの特集企画が行われており、2010年には本島でライブも開催された。母親が青ヶ島の出身であり、祖母が青ヶ島に在住して青中を製造している。本人は ヒンギャの塩のパッケージデザインを手掛けている1971年から1974年まで役場職員1990年から1993年まで助役を務めた。ありがとうございます。